皆さんこんにちは。今回はこのような動画が一瞬で作成できる神ツールビデオ GPT バイビードについてご紹介します。なおこちらは有料版 GPT を使用します。それではご覧ください。こちらが今回の目次です。ビデオ GPT バイビードを探す。こちらのビードは有料版 GPT アカウントを持っている方はすぐに利用可能で、 GPT の画面の左の GPT を探索するをクリックしてください。すると検索画面になるので、こちらにビデオ GPT バイビードと入力してください。すると下に候補が出てくるので、提供者とみんなが使った回数も参考にしつつ、この青いアイコンのものを選択してください。新しいウィンドウで会話を始めることができます。ビデオの作成、それでは早速動画を作ってもらいましょう。せっかくなので動画生成 AI についてのビデオにしましょう。最新の動画生成 AI についての動画を作りたいと入力します。すると日本語で丁寧に詳細のヒアリングをしてくれるので、会話を進めていきます。初心者でも扱いやすいテキストトゥビデオ5000にしよう。すると動画の内容の詳細とアバターを使用するかのヒアリングが入るので答えましょう。1は特筆すべき点だけ、2は使いやすさ重視、3はリリ。最後に動画の内容の確認をしてくれるので、問題なければコンティニューと入力してください。その後ビードと接続してもよければ、この許可するボタンを押してください。これで GPT 側の操作は完了です。ビデオの調整とダウンロード、それではこちらをクリックして確認してみましょう。するとビードの画面に遷移します。こだわりのある人はここで編集しましょう。今回は編集なしで出力します。出力するには右上の段をクリックしてエクスポートボタンを押してください。するとロードされていくので、初めての人は Google アカウントやメールなどを登録しましょう。完了したら右側のこちらのアイコンをクリックして、出てきたウィンドウの MP4 をクリックしましょう。すると自分のパソコンに動画がダウンロードされます。できた動画がこちら。 Text to video Tsurunatatsubu 5 Wogosho Jishimasu。 以上がビデオ GPT バイビードの解説でした。たったこれだけで高品質なビデオが作成できるなんて驚きですね。最後にこちらをクリックすると提供元の情報が出てきますのでご確認ください。本日もご視聴いただきありがとうございました。